19番です。次の英文を読み、説問1から5に答えなさい。この18番、19番あたりは結構ちょっと難しい問題入れてみたんだけども、まあ一つの山場だと考えてください。Unlike other species, 他の種とは違ってですね。Human beings have the capacity to use language in endlessly creative ways.capacity、uh, to は to する能力だね。人間は とする能力を持っている。endlessly creative ways 無限に創造的なやり方で言語を使う。For many linguists, one really important question is how much of this ability is innate and how much we learn from our environment. 多くの言語学者にとって、one really important question 一つの本当に重要な問題は ?is how? この疑問詞が塊名詞を使って保護になってるね。how much of disability? この能力のうちのどのぐらいが innate? 生まれながらのものであるかこれは innate? 生まれながらのものである。まあ、他の言い方だと inborn とか natural がそういう意味で使われることもあるね。and? How much we learn from our environment. どのぐらいを私たちは環境から学ぶのか。まあ、生まれか育ちか、ね。生まれながらか環境か。これはどのぐらいの割合なのかっていう話だ。で、こういうのはね、非常にまあよく出るパターンで単語としても、音の響きもいいからね。nature nurture。nature nurture 問題っていうんだな。 ねえちゃ、生まれ。なわちゃ、育ち。環境なのか、それとも生まれつきなのか。とか、ラーンっていう単語も気をつけようね。これは、えー、生まれつき持っていないということを表す場合があります。つまり、後天的に、後天的って生まれた後ね、獲得するという意味なんで。から、あの、生まれか育ちか問題になった場合、ラーンっていう単語を見たら、これは育ち側の話だな、というふうに思い入れましょうね。 In 1957, Norm Chomsky proposed a novel idea.Novel は新しいっていう感じね。Norm Chomsky は新しい考えを提唱した。Norm Chomsky っていうのは、あの、言語学者で、まあ、ここにも書かれているような人だけども、政治的発言でも有名で、まあ、世界の中で発言を聞くべき何人の人という時には必ず入ってくる人です。で All human beings may be born with an innate understanding of how language works. あらゆる人間は、with カを持って生まれてくるかもしれない。An innate, 生まれながらの understanding, 理解力 of how, of how language works. 言語はどのように機能するかについての生まれながらの理解力。これを持って生まれてくるんだ。 生まれた時から言語の機能の仕方については理解しているんだと。which language we learn is determined, of course, by the circumstances of our lives. これは、which 塊で疑問詞で主語を使っていて、私たちがどの言語を獲得するかということは、もちろん、倍か。 生活環境によって決定される。こうなってる。つまり、生まれながらにして文法、言語機能の仕方は知ってると。でも何語を習得するかを環境によるんだと。こういう話だ。But, according to Chomsky, しかし、according to 何々によれば、Chomsky によれば、we can acquire language because we genetically, genetically は遺伝的に。 have a basic understanding of how language is structured. 私たちは言語を獲得できるビコーズ以下だから。生まれながらにして遺伝的に持っているから。基本的な理解を。で、言語はどのように構造されているか。構築されているか。で、このこと、which is。これ受けちゃって、それは which is called ユニバーサルグラマー、普遍文法と呼ばれている。このチョムスキーとかね、あの、普遍文法とかいう話は割と、あの、入試にも出てきます。まあ、言語獲得の過程については、えっと、テーマ別という方の講座で話しているので、まあ、あの、子供がどうやって言語を獲得するのかっていうのはそっちら側を見てください。 で、これ、結構文法力がないとできないところだね。カッコに何が入るかと。で、こういう問題になった場合、まあ疑問詞が並んでますけれども。how, fat, who, fight。まずどういう構造になってるか。っていうと、convinced Chomsky that.convinced 人 that. は、人に that 以下と確信させる。なりますね。あ、s a l grammar exists, is. exist, 動詞 is, 動詞。つながらないですよね。で、is. なんでこんなところに V があるのかっていうと、これだけが塊として主語を作ってるわけだ。そしたら、チョムスキーに普遍文法が存在すると確信させたものはじゃないとつながらないよね。つまり、こいつの主語がないよね。 そしたら、これは、えぇ、ー、fat. ふうだったら、誰がチョムスキーに隠しさせたのかは事実である。意味不明だよね。ハウだったら、構造上ありえない。ハウは副詞なので、主語にはなり得ない。で、ここで、えー、ファイも副詞なので、主語にはなり得ない。これら、コンビニスの主語で、なおかつ塊名詞を作れるもの。っていうことだね。 だから、ファットっていうのは、例えば、something that. こういう一語で二語分の役割をできるから、関係代名詞のファットってやつだ。これだったら、ちゃんと、ショムスキーにざっと以下を確信させたもの。できるよね。は、ザット以下という事実である。同格 all languages contain similar elements. すべての言語が似た要素を持っている。含んでいる。ということだ。<え>つまり、普遍文法っていうのはどういう意味かというと、あらゆる言語に全部通用する文法。うん、あらゆる言語に当てはまる文法で。なんでそんなことを思いついたかっていうと、すべての言語が同じような要素を持っている。って言ってんだ。Example, 例えば、 これディスコースマーカーだね。だから当然、何の例かを考えなきゃいけないね。で、空所。ここの空所は、もう、なんていうか、ふざけた問題だと思うんだけどえグローバリスあ、グローバリスピーキング、当然これです。で、なんとかリースピーキングは、なんとか的に言えば、なんとかの言い方をすれば、 という決まった表現です。例えば、ヒストリカリ p ス a ーキングは歴史的に言えば。ジェネラリースピーキングは一般的に言えば。ストリク y リースピーキング、厳密に言えば。こういう形になります。ということで、この場合は、グローバリースピーキング、地球規模的に言えば。って入ります。で、他のは全部わけわかんないよ。B の、no, In a Worldly Way。 ワールドリーっていうのはワールドに LY がついて形容詞を作ったんだけども、この世のとか、世なれたとか、俗っぽいとか。まあ世間的なやり方でっていう感じになっちゃうね。インコルジョンは、インコンクルジョンは推の結論としてだ。例えば結論はってんな。例えばね結論来ねえと思いますよね。アウトドゥーバールこれは世界の外って何って言うけどね、割とね、飛び抜けてとかね。抜群とか。 もう世界の中と思えないぐらいの表現はします。が、こんなとこ入らないよね。から、地球規模で言うと、言語は、breaks down into 何々に分けられる。similar category of words 似たようなカテゴリー、範疇に分けられる。knowns, verbs, a d j e c t i v e s to name s w e e こういう言い方も難しいよね。to name sweet まあ、三つ名前を挙げるば、But? まあ、独立不定詞っていうねよ。 話しないんだけども。まあ、ここで to name。例えば、a few。だったら、いくつか名前を挙げると、っていうような挿入的な使い方。3つ名前を挙げると、これ、名詞、動詞、形容詞。っていうようなカテゴリーに分かれる。で、まあ、いくつか名前、3つ名前を言うと、というのは、名詞、動詞、えー、形容詞。これに対して説明を加えたわけだ。じゃ次。 Another shared characteristic of language. もう一つの、えー、言語についての shared, 共有されている言語の特徴はということが例の1。例2。ナザーだからね。こんな風に展開しているんだなと思いましょう。ね、えー、is that, that 以下ということだ。with rare exceptions. レア、稀な例外はあるが、っていうような挿入で入って。all languages use structure that repeat themselves. 自らを繰り返すような構造を使っている。allowing us to expand those structures almost limitlessly.allowing,、まあ、allow 人と、人が通することを許容する可能にさせる。これは分子構文ですで。その結果、 私たちは、こうした構造を、ほとんど無限に拡張することができる。ここちょっとわかりにくいよね。でもまあ、もうちょっと詳しく書いてくれよ。Take the structure of the sentence.Joe believed that Ricky was innocent. まあ、r i は、えー、無罪だと。と無邪気なやつだ。と、ジョーは信じている。という文の構造を取り上げよう。 取り上げよう、take これ、例だね。ということは、こっちがわかりにく,く例を挙げるっていうのはさ、ちょっとわかりにくい、ピンとこないから例を挙げてくれるわけだから、助かったと思うね。この段階でピンとこなくていいんだな、と思うね。それでも読めるはずだ。というふうに考えていくと気が楽になりますよね。in almost every known language。ほとんどの、すべての、えー、もうすでに知られている言語においては、 Sentences can be expanded. ちゃんと文っていうのは拡張できるよ。拡張できるよ。っていうように、拡張できますよね。拡張できますよね。まあ自動体にはなってるけど。っていうように、抽象と具体対応してくれてるよね。具体例のところで対応させてくれてますよね。 by placing repeating structure inside each other, each other, お互いの中に繰り返す構造を置くことによって。んわからんぞ。と思うけど、Joe believed that Fred knew that Lucy had insisted that Ricky was innocent. こうだね。もうちょっと例簡単してあげればいいのにね。 リッキーが無実だと。ルーシーが主張した。ということをフレッドは知っている。と、ジョーは信じている。いや、これ入れ子構造っていうんだけど、順番に入れ子にできるよね。もうちょっと例としてはこうやってほしいよね。リッキーが無実だ。と、ジョーは信じている。例えば、本当はこういうくらいにしたい。 このぐらいの入れ込しておきたいよね。立ッが無実だとジョーは信じているとメアリーは言ったとそういうようにして、こう、中に中に、同じ形のものを組み込んでいけるよね。っていう話だ。これが入れ子構造。で、次。It is also fascinating to find that children everywhere develop language in very similar way. まあ非常に似たようなやり方で子供が、どこにいる子供も言語を発達させる。と知ると、ということも、ファースネーティング。引きつけるよね。じゃあこのオールソーはどうなってるか。というと、こいつもなかなかすごくねって言って子供が言語を発達させるっていうのはこれまでと違うよね。ということはこれ3番目で。1、2、3。 こういうふうに、ファーストとかセカンドとかサードとか書いてなくてもちゃんと読み取らないといけないよ。その、入れ子構造っていうのは全言語共有。品詞に分けられるっていうのも全語言語共有。子供が言語を発達させるっていうのも全言語共有。だから、普遍文法があると思いました。こういう話だよ。で、in short period of time 短い時間で。まあ、さっきの子供のやり方で。で、 With little assistance. 補助がほとんどなくて。実は大人の補助なく子供は言語を理解していける文法的にはね。っていうことは実はわかってるんですよ。そのあたりは、あの、さっき言った言語獲得テーマの話を聞いてみてください。children automatically grasp the correct way to arrange sentence elements without being taught. 子供は自動的に正しいやり方を身につける。で、どういう正しいやり方かっていうと、アレンジ、並べる。文を。文の要素を。教えられることなく。なんだ。これはね、赤ん坊が、その、言語発達のテーマの時にも言ったんだけど、赤ん坊ってさ、一音、あ、一音、一単語しかまだ話せない。この段階で、 SVO の S と O の順番を変えたら違うって分かるんだよ。自分では話せないけど、そっ違いを感じ取る。つまり SVO、ね、ママがパパをぶった、パパがママをぶったが全然違うことだとっていうことを感じ取るわけだ。それはまあ自分がまだ単語を一つしか言えない段階で、つまり教えられなくても SVO のシステムはなんとなく分かってて、あ、違うなということは感じ取れるらしい。 Based on the three characteristics of language, explain the verb.Explain the verb. これは過去分子で前にせっかかっていて。上に説明した3つの特徴に基づいてっていうから、これで3つ目終わった。1、2、3で3つ。上に上げた3つに基づいて、Chomsky developed his idea of universal grammar. 普遍文法についての彼の自分の考えを発達させたのだ。こうなる。ここの文章展開もちょっと練習しとこうね。えっと、こうこうだったんだ。 この展開よくあるからね。発達させたんだ。で、理由、1、2、3。で理由は長くなってきたよね。だって、かなりの、えー、実数さたじゃん。だから、この3つに基づいて、こうだったんだ。というこことここはイコールです。こういう展開ね。これ、はだらだら読んでないで、ちゃんと1つ、2つ、3つ。この3つだから、こうなんだ。っていう、こういう展開になってるなて。少しずつ大きくつかむ。 大きく掴んで、眺めを見る。流れを眺める。ということは練習できるようになりたい。Although, not everyone agree with Chomsky's ideas. Chomsky の考えに、not every はえと部分否定っていうのはね。全員が賛成しているというわけではないが、反対している人もいるわけだ。It, contain,、uh, it continues to have a strong influence on How we think about language acquisition today? まあ、言語獲得について、今日、私たちがどのように思っているかに影響を及ぼし続けている。こういう話だ。かな。というわけで、まずは、えは、ー、じめ、書き出しからは、人間だけが言語能力を持っている。 で、生まれか育ちかどっちやって言ってて、最終的にチョムスキーによったら生まれとちゃうって言ってて、で、このパラグラフからは、なぜチョムスキーが生まれと思って、えー、普遍文法で考えたかっていうと、理由は1、2、3。この3つで、こうなる。で、みんなが賛成してるわけじゃないけど、まあ影響を及ぼしてるよね。まあ全体を通していくとこういう感じになる。で、問いは、まあ1、2はいいですね。 三この文によれば、どれが正しいか。えー、Chomsky thinks about publishing a novel. ウケそうね。c h o m s k は小説を出版しようって思った。さっきのナベルは形容詞で新しい、なナベルアイディア、新しい考え。こうなるわけで、ね。小説なんて書いてあるこれはただ単にこの単語がある。 なんかもう、こんな単語あったぞ選ぼうと思うだけのミスです。Chomsky thinks that it is characteristic of human beings 人間の特徴だ。that they are born with basic capacity for language. そうだね。生まれながらにして、生まれながらにして、えー、基本的な言語能力を持っている。が人間の特徴だ。 See, human beings can be at their w i t h b e at their w i t h b e at one's wits は、w i t h 知恵の端っこのところまで来ちゃって、ってことで途方にくれて。文法が、どのように普遍文法が構築されたかを理解しようとして、途方にくれちゃってる可能性があるよ。なんだそれ many linguists are inquiring into 多くの言語学者を研究している、調査を調べている、the possibility, 可能性を of humans having the ability to communicate with, これなんだこれ ?other species, 他の種人類じゃないんだよ。つまり、猿とコミュニケーションを取ろうとか、犬とコミュニケーションを取ろうとか、その可能性を調べているそ。調べたいよ、俺も。調べたいけど、こんな、こんなこと何の文章も書いてない。この文章の中に、 え、他の種とのコミュニケート。この話何も書いてませんよね。意味不明です。ただ species という単語はどっかにあったとか言うだけのことですよね。次4番。A, B, C, D. これさ、初めからどういう問いかわかる だって、なぜそう思うかっていうのに対しては、1,2,3があって、この3つだからこう思ったんだよねっていうのが本文に書いてあって、この3つがちゃんと1,2,3とか打ってれば終わりだ。つまり、で選択肢4つだから。1,2,3じゃないものを選べばいいだけだね。で、え because all human beings are born free and equal. すべての人間は生まれながらに自由で平等だ。 何にも関係ないよね。一撃。こいつがいけない。つまりこれは答えだよ。あはないものを選ぶんだからね。もう一撃で終わりですよね。で、B。すべての言語はできている。似たような語。単語から。で、品詞がある。っていうのが一つ目でしたねで。子供は通常必要ない。だんだんあ、段階を経て教えることが、大人から教えられることが。そうだね。 これは3番目だったかなか。次、D。大抵の言語は持っている共通の習慣を、言語を、文を同じ種類の構造の中に入れる。そうね。文の入れ子構造の話、ちょっと難しかったけどね。書いてありました。ということでが違、A が違います。次は、According to the passage。この文章によれば、Which of the following the is ability of about your true language 私たちの人間の言語能力について正しいのはどれ ?Individual talent for language has a strong influence on whether or not first language are generally acquired. わけわかんないね。言語についての個人の能力が第一言語が習得されるかどうかに大きな影響を持っている。 こいつは賢いから第一言語を習得できるって言うけど、大体全員習得できるのを前提にして言ってるわけだから、こんなはずないよ。習得できるかどうかに影響を持ってって言ったって、習得できるのを前提に書いてるわけだよね。It is natural for a d u l t to determine which language to learn in new circumstances. 新しい環境の中で、どの言語を学ぶべきかを 決める。大人が決めるのが当然である。大人が決めるんじゃないよね。生まれ落ちた環境によって決まると。いう話で、ここは割とね、あったなと思うかもしれないけど、大人が決めるのは違うね。いや、no matter where they're born, どこで生まれても、children learn the proper order of sentence elements by themselves. 自分の力で、by themselves。自分で一人で。 子供は適切な文の要素の並べ方がわかる。そうだね。特に教えられなくてもって書いてあってね。教えられなくても習得すると。で、uh, the researchers are in agreement about how much of a language ability is innate and how much it is influenced by environmental factors. どのくらいが生まれつきで どのくらいが環境要因かについて合意している。合意してないよね、別に。意見は様々であり困ってる。まあ、第一パラグラフにね、はじめのあたりにありましたよね。何年もないで合意はまだ一つの重要なクエスチョンである。だから当然合意はなされてない。ということで、ここは違うよね。ということで、C になります。 こうで全部かな。というような問題だよね。まあ要は、あの、チョムスキーの話引っ張ってきたんだけども、チョムスキーの話の言語獲得装置の紹介を割りでやったという感じの文章だよね。で、まあ人間だけがまあ規則に従って、まあ語を並べることができるっていうふうにまあ言われてますけども、まあそれもね、 もっと単純な規則だったら鳥のさえずりにも一応文法はありますからね。この順でさえずるか、この順でさえずるかっていうことによって違うことが伝達される。ただそれが極めて小さいのと、それから鳥の文法、鳥の話、えー、さえずりにないのがこの入れ子構造ね。つまり中に入れてどんどん複雑化するっていうのはできないんだよ。そのあたりは人間の言語の特徴だと、まあ、いうふうに言えるんじゃないかなというふうに思う。 ただまあ、チョモスキーが偉いなと思ったのは、言語獲得で子供が持ってるのは意味の習得じゃない。意味がわかるっていうのは、うん、子供が共通して持ってるよって言わなかった。文の構造がわかる。つまり文法に注目したんだね。単語とか文の意味とかじゃなくて、文法に関しては普遍文法として共通のルールがあるんじゃないの ただこれも本当に様々な言語を調べたら、いや、この言語にはさ、さすがに当てはまるんじゃないんじゃないのっていう言語はいっぱいありますから、普遍ユニバーサルっていうのはちょっと大げさだったかもしれないけども。まあ、ある程度の言語。まあ、標準的な代表的な言語に共通する要素はあって、それはまあ子供は生まれた時から習得することが可能なようにできてるんじゃないか。っていうところ辺へんまでは、 一応分かってきています。これは脳の側の研究から分かってきていますね。というあたりです、えー。今回はまあちょっと長くて、途中ちょっと手強かったけども、あの1,2,3あたりを打てれば話は見えやすかったかなで。2の内容は難しかったけども、まあ具体例と照らし合わせて、特に問いでも突っ込んでませんから、まあこの1,2,3、ちゃんと区切れが見えて塊が見えていく。まあ展開が見えていくというようにしていけばなんとかなるかな。そういうように復習してみてください。